2レッグ目ですけれども、ファーストレッグを取った星野さんは高校ということで、はい、このクリケット高校の時にはどういうふうに攻めようかとか考えてることあるんですか？まずは打ち合いで勝つことですよね、はあ、どうしてもやっぱあのこういうこれぐらいのレベルになってくると、はい、クリケットでさえもやっぱ先行有利なんですよね。でやっぱ点数高いとこ取られる可能性が高い、はい、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ打ち合いにまず持ち込む、うん、っていうことが大事になってくるんじゃないかなと。なるほど、うん、打ち合いに持ち込む。そうですね。そのコツは何でしょう？まあ、気持ちいいっすよね。気持ちいい。何本打ってきても解散でみたいな。ああなるほど、うん、どんどんとこう食らいついて打ち合いに持ち込んで相手がミスするまで粘りついていく。そうですね、うん、うんと、ここで1本18トライをミスりましたフリア。これはチャンスと思っていいですか？そうですね、まあ、相手はさっきプレッシャーかけに来た状態で悠々とシングルを狙ってきたと、はい、うん、そういう形だったんですけど、まあ、結構このミスで大きいんですよね。この6本大きいですね。大きいんですけどね、その前に1本入っとったら、ね、20トライできてた、はい、うん、惜しい1本ですね。そのトライができなかったことをこうちゃんと使ってくるところが素晴らしい。ホワイトホース、ここでホワイトホース、はい、うん、まあ、正味きついですねこれ。きついですね。きついですね、はい。さあ16から、はい、16トリプルは得意とか？いや別にそういうわけでもないんですけど。なくてもデッドで。いや、まあ、マルチに打てるようには心がけてるのは、はい、素晴らしい、うん、マルチにということで16トリプル3本3インのベッド、うん、はい、馬を出されてベッドで返すと。そうですね、うん、ああいうのを出されるとやっぱり燃えるタイプですか？やっぱ出されてね、パフォーマンスしてきたら、うん、はい、じゃあ俺も出し返してパフォーマンスしたろうみたいな。はあ本当に素晴らしい試合です。セブンマークで返してきました、はい、まず16ですよ、うん、はい、セブンマーク返し、まあ、やっぱこうなってくるとやっぱさっき言ってた打ち合いの粘りですよね。粘りですね、うん、この辺りで楽屋がすごいことになってましたから。あ、そうなんですか、はい、さあ、おっと、この打ち合いでやっぱり先に行き着いてしまったクリア、うん、まあ、僕も今ちょっと後ろでうんうんってうなずいてましたね。うなずいてましたねよしよしという感じでしょうか、うん、しかしカバーしてきました、はい、やっぱ3本目に入れてくるっていうところがやっぱさすがですよね。うん、さあ、1本トライをしますが、もう1本はプッシュに使ってセブンマーク、うん、そうですね、16トリプル7本、はい、来ました。さあ、そして、うっ、ナイストライなんですけれども、シングルでした、まあ、こうなってくれて、まあ、助かった、助かったですね。本当に息もつかせぬ攻防です。シングル1本でここでトライへ行きました、はい、楽になった後にトリプル16、はい、8本目でセブンマーク、まあ、1箇所だけ残して、はい、さらに点数オーバーしなあかんっていうプレッシャーを与えたかったんで、うん、まあ、締めにいかんと、もう1回プッシュと、はい、うん、さあ、16をもう完全に捉えてますもんね、はい、ずれ方が捉えてる、ちょっとずれただけという感じのね、あれは逆にプレッシャーになりますが、すかさず来ました。いい形です、ね、いい形ですね。もう我ながら惚れ惚れするんじゃないですか。いや、まあ、要、まあ、ここやろうなっていう感じですよね。うん、うん、勝負どころです。勝負どころは、はい、うん、あのトリプル16を外して8に行ってしまった後のその締め方、
申し分ないです。ブル2本、はい、これでかなり楽になった。そうですね、ここでブルクローズされてたらちょっとって思うんやけど、まあ、はい、あの2で2カウントで、はい、うん、打ってくれたんで、まあ楽に打っていこうかなみたいな。そうですね、うん、最低でも3本かかりますからね。そうですね、はい、うん、さあ、うん、これが1投目だインブルに入っているとちょっと、そうですね、やばい感じだったんですけど、かもしれない、はい、ワンチャンスあったんですけれども、さあそつなくカメラに向かってのこのパフォーマンス。いや、あの生放送で見てくれてる方がいてはったんで、はい、まあ、ちょっとアピールしようかなと、もう本当にあの全国の女性ファンは時をんです。いやいや、そんなことないです。ありがとうございました。ありがとうございます。